はい、こんにちは、服部です。久々のマフラースピーカーの紹介となります。今回施工したお車はこちら、トヨタのミライとなります。この車はガソリンやディーゼルを使って走る車と違い、水素をエネルギーとして走っている車です。もちろん仕組みっていうのも変わってくるんですが、今回そんなミライにも動作確認ができたので、一部サウンドも含めお届けしていこうと思います。よく勘違いされることなんですが、こちらのミライは水素をエネルギーにしているだけであって、水素エンジンを積んでいるわけではありません。実際に走行に使われているのはモーターで、水素と酸素を化学反応させた際の電気で発電して走っています。ということで、ソアのシステム自体はテスラとかそっちの仕組みに近く作っています。では早速エンジンをかけていくというか、表現が難しいね、スイッチをオンにしていきましょうか。はい、はい、ということで世界でも初のこの水素の車に取り付けました。これで、ガソリンモデル、ディーゼルモデル、ハイブリッドも、そして電気自動車、水素自動車、全て制覇言ってもいいかなと思います。なので今後もね、この水素の車取り付けできるので、ぜひご相談いただければと思います。このチャンネルでは販売車やカスタムパーツ、新型車種の紹介をしています。お問い合わせは公式 LINE にて随時受付中。気になった方はぜひご連絡ください。そしてインスタグラムもやっています。公式アカウントだけでなく、僕個人のインスタグラムもぜひチェックしてみてください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。